迫り来るボートに連邦軍が攻撃する様子のイラスト連邦軍を攻撃するボートニューヨーク徴兵暴動は南北戦争最中の1863年7月13日にアメリカ合衆国ニューヨーク市で発生したアイルランド系市民を中心とする仮想労働者らによる暴動徴兵事務所でのトラブルがきっかけで数千人の市民が暴徒化した イングランド系アメリカ人によるワイルランド系の新移民差別が背景にあり、イギリス系の富豪や新聞社が襲撃されたほか、この年1月にリンカーン大統領によって奴隷解放を宣言された黒人がリンチで多数殺害された。市民は武装して略奪を繰り広げ、警察の手に余る事態に発展した。その後アメリカ軍が到着し、抗戦の末鎮圧した。 米国史上最も大規模で生産な都市暴動とされ、最終的に数千の逮捕者と死者を出し莫大な経済的損失をもたらしただけでなく、鎮圧への兵力教室は台南軍戦線にも影響を及ぼした。暴動においては、アイルランド系移民の存在が際立っていたため、アイルランド人コミュニティの世評が著しく貶められることとなった。2002年の米国映画、 ギャング・オブ・ニューヨークは、事件当時を物体としており、暴動の発生理由は徴兵回避には富裕層で、なければ用意できない大金を払わねばならず、当然ながらそうした制度が富裕層 B 域だと市民が、激怒したのが理由として挙げられている。また、劇中では、暴動発生より前、アンクル・トムの小屋の舞台劇を講演する一座に向けて、黒人解放を名目に北軍に徴兵されるのを、 嫌う観客が罵声を浴びせる場面もある。ありがとうございます。